ではねあの昨日セットを個別に語る編「ふしぎちゃん」を語っていこうと思いますと。 不思議ちゃんというと、まあ、天然とか不思議ちゃんっているでしょう。よくわかんない人たち。この人たちの行動原理ってなぜおかしいのかっていうと、多分この内向感覚だと思う。うん。入ってくる感覚を独特に処理するから、自分、自分はこう感じるみたいな感じで。だからね、例えば飯とか作らせたら、やばい人が多いと思う。うん。なんか、これうまいのかな、まずいのかなって、よくわかんないもんでも平気でね、うん、食ってる。うん。 で自分の中で、その、うん、うまいという手応えがある限り別に平気というか、でこの不思議ちゃんのところね、あのー、多分あの何シリアルキラーとか殺人鬼とか出ないとか思ってるでしょ、俺の予測なんだけど、アルバート・フィッシュここだと思う。うん、えっ、ー、とね、みんなに感情を共有したいというこの FE 外交感情があってで、独特な感性がある SI。 つまりアルバート・フィッシュってマゾヒストでしょ。で、マゾヒストで、痛みとかの苦しみが自分にとっての快楽で楽しみだから、みんなにもこの苦しみを分け与えてあげようとか言って、ナイフとかブスッと刺して、で、ギャーとかって言うでしょ。痛いとか言って、そしたらこ、こんなにもこの人は喜びを感じているのか、もっと喜びを共有しよう、あげるよとか言ってね、うん、傷口を増やしていくみたいな。いやー、多分この不思議ちゃんが一番怖いと思う。俺ね、実は、うん、この不思議 チリちゃんグループには、えー、多分ね全く恋愛経験はありませんっていううん逃げる逃げてるはっきり言ってうん怖い何、うん、ていうか気持ちが悪いここはえっ、ー、とねここの図で言うと分かりやすいんだけど利益にもこだわれないし理屈にもこだわらないから この人たちは一体何をもって考えて生きてんだろうとか思ってね。うん、本当に。しかもね、えー、っと、思考のところが TI だから内向思考でしょう。内向思考って言ったら、哲学とか論理学が好きな演疫型で、つまり、これは私にとって気持ちいいことを、で、これをみんなに共有してあげたいっていうことを演疫するわけよ。うん、押し付けてくるわけよ。外界に。 うーん、恐ろしい、ここは、本当に。で、NE だからね、意外とね、将来設計とかしっかりしてて、パッと見ね、まともな人に見えるの。例えば、勉強とかね、将来の展望とかがあって、で、将来の展望があるから、勉強はちゃんとやらなきゃいけないよねって言って、意外とね、真面目な人が多いのも、ここで。あの、養老岳なんかここなんじゃねえのかなって俺疑ってるのよ。この外交直感補助思考ってやつ。 まあ、だから、この不思議ちゃん怖えなっていうね。で、俺はね、最後に不思議ちゃんの見極め方は、まあ、明らかにこの人不思議ちゃんだよねっていうタイプがいるでしょう。まあ、例えば、あの、イクラリーラー、夜遊びの。うん、あとね、もう一人はね、もう一つはね、特徴としては股間が臭そう。どういうことかっつったら、 えー、不思議ちゃんすぎてね、あの、なんだろう、股間のあたりに香水をやるという知恵がないとか、またね、俺から見てこの人、この子たちは人間に見えないから、何考えてるかわかんないから、だからまず会話がまず通用しない。うん、こっちがこういうでしょう。そしたらそれを受け取って、なんかトンチンカンな方向に返してくるから、いや、まあそれが天然の可愛さってったらかさなんだけど、俺からすればね、人間味を感じられないから、犬とか、 犬かなこれ。犬だわ。うん、不思議ちゃんって。多分。犬がね、臭いのと一緒でね。いや、犬臭くて可愛いんだけど、あの、エロスにはならないよねっていう。うん、だから、まあ、ちょっとな、この人たちはっていう。うん、不思議ちゃん。で、まあ、あの、不思議ちゃんだと思ってたら、誰か当てはめてみてくださいというね。この不思議ちゃんとか特に語るとこもなく、俺もそんなに興味もなく。 漫画で言うと、不思議ちゃんの典型例って誰ですかって、やっぱアルバート・フィッシュだな。アルバート・フィッシュ不思議ちゃん。で、不思議ちゃんの中でも、多分この内向感覚補助感情の ISFJ とかいうね、とこなんじゃないですかっていうね。だってちなみにこの J と P の見分け方はどうするんですかって言って、この合理型がね、えっ、ー、と、この外向が入ってたらあの J。で、内向が入ってたらっ、えー、と P。 っていう見極め方、うん、これが多分一番わかりやすい。あのね、えっ、ー、と感覚と直感においては内向型だと J に転換するとか言って変な説明されるんだけど、俺はそっちの方がいいと思う。うん、補助か感情で合理型の,あの感、えー、合理型の外向を持ってたら、えー、J 内向だったら P っていうね。もう藤木ちゃんのところを語ることなさすぎてね、なんか適当に終わっちゃいましたということで失礼します。